いやー、話題になってるね。何急に。その後も話題になってるね。だから何がだよ。魅力度ランキング2021。さあ、買い物行ってこよう。待て待て待て、ちょっと話に付き合ってよ。マウント取る気満々じゃないか。いやね、北関東3県の知事の反応がそれぞれ違ってて面白かったんだよ。だろうね。多分知らない人はいないだろうね、例の話題。せっかくだからそれぞれの知事の反応まとめてみたんだよ。まとめなくていいだろう。まず栃木県、調査の結果に関わらず地域資源の磨き上げや情報発信に積極的に取り組む。何その爽やかな感じ、去年は激おこだったくせに。次茨城県、ランキング自体が賞味期限切れ、最下位になろうが痛くも痒くもない。なんかもう貫禄がすごいな。次群馬県、さあ買い物行ってこよう。待て待て待て、買うものないけど買い物に行かせてよ。群馬県、なんで4つ下がったのかちょっと全くわからない。同感だな。県民に対して失礼、侮辱している。同感だな。法的措置も検討。そこいじりたいだけでしょ、三段落ちみたいにしやがって。そんなことないですよ。絶対しばらくこれでいじられるよ群馬。ちなみに弁護士の方はこう言っております。群馬県を貶めようと思って悪くあえて言ってるわけではないので、訴訟を起こしたところで群馬県側の主張が認められることはまずないだろう。真面目な回答。そうなの。まあとにかく44位っていう空気だった群馬が結果話題になったじゃん。しゃあない、ずーっと黙ってたけど、これ作戦勝ち。嘘つけ。